はいはい、今回は曽根南町にある豊中ローズ球場に来ています。今年初めての町金くん体操だね。そうだね、今年もいろんなところで体操できたらいいな。今回はここローズ球場でなんとプロ野球昭和40年会と48年会の皆さんが豊中の子どもたちに野球教室を開いてくれるんだよ。わあ、すごいね。じゃあ僕たちも参加して一緒にまちかりくん体操を踊ってもらおう。そうだね、お兄さん。今年も張り切っていってみよう。まちお待ちかねだよ。少年野球教室では子どもたちが憧れのプロ野球選手や元選手の指導のもと真剣な表情で精一杯練習していました。